見える海科メルマガ今日はですね12月9日の水曜日にですね沼田市の倫理法人会のモーニングセミナーで、まあ、めちゃめちゃ、まあ、衝撃的だったというか東京のですね清居町の倫理研究所からですね中西研修室長さん見られたんですけども。 最初はね面白おかしく本当にこうみんなで笑ってたんですが最後ですねもう全員泣いてしまったというところのお話ですねこの人生は一度きりだとで生まれ変わるのは今だというところですそのお話に入っていきますこちらですね人生は一度きり生まれ変わるのは本当に今ですよとまあ、生まれ変わるというのは生き方を変えていくということですね 人生が、あり方、生き方が変わるタイミング、ターニングポイントって、今まで皆さん、えーね、あった方、多いと思いますで。どういう時に変わったかなと、あり方、生き方変えたかなと。で私の場合、ですねシフトしてきたのは何回もあったんですけども、自分がやっぱり大変だった時とかですねめっちゃ悲しみすぎた時だったんですね例えばですね。 まあ一番大きかったのは大切な方のやっぱり死ですね大切な方が亡くなったこと,あと赤ちゃんが亡くなったこととかあと身近な本当にね一緒にいた方の実施だったりですねあとお金の周りがですねお金の周りがこう悪すぎた時とか。 人間関係を壊していた時とか、あと自分がね、どういう生き方をしていったらいいのかとか、このまんまずる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 いっちゃうのかってこう悩んでいた時とかですね、そこをどうにかして変えたいっていうふうに思ってたんですね。で、変えたいというよりは本質にこう戻っていくっていうことなんですけども、 で先ほど申し上げた、えー、モーニングセミナーですね。本当にこう、感動が多いんですけども、中西康成研修室室長さん、こちらの方なんですけども、がいらっしゃいました。で、この人がですね、この、マハトマガンジーの有名な言葉を、 引用されたんですけども私も以前からこの言葉すごくこう好きで昨日かな昨日ですね昨日ほどうざーっとこう来た時がなかったですねでマハトマガンジーなんとノーベル平和賞に5回もこうノミネートされてるんですけどもの言葉が「明日死ぬかのように生きなさいと」そして永遠に生きるかのように学びなさいと。 で死を意識するっていうのをメメントモリっていうカタカナでメメントモリっていうんですけどもこの人いつ死ぬかわからないとだから本当にこういつ死んでもいいかのように瞬間瞬間瞬間生きてきなさいよと瞬間瞬間を大切にしなさいよということなんですねちょっと話それるんですがスマートマガンジーですごくこう、まあ、感動的なお話がです、ねまあ、非暴力、非服従で。 インドをね、独立に持っイギリスから独立に持ってたっていう方なんですけどもこの方最後実は暗殺というかな大勢の人の前で若者に銃で撃たれるんですねでその時亡くなるんですけどもそのな撃たれた時にですねダーンって撃たれておでこにこう手を当ててこうやってバタンってこう倒れて <laughs> お孫さんの娘,娘お,お,お孫のさんのね女の子の膝の上で。 でこの「こうやる」っていうのは何かっていうとこのヒンドゥーの世界ではここで神様にあな,たのあなたに祝福が起こりますようにっていう意味なんらしいんですよ。でガンジーは自分を撃って殺した人にこうやったんですね。殺した人にあなたに神のご加護がありますようにってこれってすごいことだと思うんですよね。この 自分を殺す人にだて、ねあの、これからもっと平和を作っていきたいとかって思っているガンジーはまだ志もあると思うんですけど、その自分を撃った人に、こうやってあなたに、まあ、殺人を犯した、そのあなたにこの神のご加護がありますようにって、こうやって最後、息き引き取るんですね、すごい生き様まだなというのが、本当にこうガンジーの感動する在り方ですね。でその言葉がありましたと で、ここのこのメメンタオリのところですね、中西先生がこうおっしゃっててですねで、すごい衝撃的だったんですけどもの中西先生がですね、人はいつ,かいつ死ぬかわからないっていうことのお話でですねなんと60歳のご自身のお誕生日の時にですね、奥様を、まあ、末期の癌で卵巣の癌でですね、こう亡くされたっていうんですね。で 56年前から病気が分かってだん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 こう弱っていき夏11月14日がお誕生日らしいんですけども夏頃からもうしゃ食べれない喋れないっていう状態になって、ね、倫理の研究所の方から「あなた休んでないんだから最後あの一緒にいてあげなさいよ」と言んでお休みもらって最後の11月からですねこう一緒にこういたらしいんですけどもまだ奥さんが意識がある時にですねこの自分がもう亡くなるから お葬式は誰さんにお願いしてどこであげて家族葬でみたいな手配をこう旦那さん中西先生にこう頼むらしいんですねで中西先生はあの自分の奥さんがそのそういう指示を出して自分がそれを依頼に行くことが自分の妻の死の死ぬことを背中を押すようなことで絶対にこう認められなかったとその気持ちは私もすごくわかりますし 自分の大切な方が亡くなるっていうことのこの死を応援するというかお葬式を準備するっていうことほどこうつらいことはないと思うんですね。で中西先生はそうおっしゃってですねで11月に入った時にお医者さん主治医の方から間もなくもあの今月ですねっていうようなお話をいただいてで11月14日かなってこうふっとこう出たらしいんですけども本当にその日にですね、えー、息を引き取られてと。 ということでこう人はいつ亡くなるかわからないとっていうことをおっしゃってました。で、さらにですね、この本当に最後に、この人生一度きりだから、生まれ変わるんならもう今ですよいつまでもずる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 じゃないとこの、もう、例えば、お詫びをしてなかった人にごめんなさいと言うとか、 ね、感謝を表現していなかった人にありがとうって言うとか。で、続いておっしゃったのが、一番身近な人に対してほどそういうの言いにくいと。感謝とか愛の言葉を言いにくいと。で、ぜひですね、この愛ある言葉とか、感謝を身近な人ほど伝えていくと。で、それがそのままですね、私たちの生き方につながっていきます。まあそのま、それがそのまま生き方、イコール生き方。 ですね、で今です、ね、この、まあ、妻たちが夜中にです、ね、アンソニー・ロビンズの DWD をこう受講してるんですが私も一日こう見させてもらったり時折朝方こう見させてもらったりしてるんですけども本当にこの画面上に映ってくる日本以外の海外の夫婦が平気で人前でちゅッちゅするんですよ。とか あのくっついたまま受講してるとかっていうのがズームにバーンって映ってるのにそれがまあ当たり前なんですねであ日本人まああれですけど日本人はそういうのが人前でちゅっちゅするっていうのがまあないのを向こうではこう当たり前でこう愛を表現し合うということをされてるんですねからその部分もこう見ながらあもっとこう自由でいいんだなというふうにも感じました本当にに大大事な人大切な人人切 この愛とかありがとうとかあとお詫びをしてなかった人にごめんなさいってこうちゃんと伝えるということがその人自身の振動数をどんどん上げていくことだから幸せになりたいとか金持ちになりたいとかいろいろ思うかもしれないんですけどどんなにがば頑張ってもこの身近な人にじわっとこう感謝を伝えられるとか愛を伝えられるってことがこのその人の人間的なまあ エネルギーのの高さにもなってくるのでそこのところがこの自分の人間力を高めていくとでそこで感謝がこう動いた時に現象が感謝でつながってくるので起こることがどん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 いい形になってくるけれどなんかいいことないかなとかあの人にしてもらってないとかっていうとずっとここの雲の下側になってしまうのでそこはもう生き方を変えていくとそれがもうまさにこのコロナの時期にこれからの先駆者となる生き方になっていくのでぜひですねそこのところを 私たちが響かせていきたいと思います。ということで、ぜひ、この身近な人にですね、まあ家族に、親に、自分の子供にですね、ありがとうとか、ごめんねとか、いうことを伝えていくということをやっていきたいと思います。では、今日も皆さんが最高素敵な一日となりますように、さよなら